皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。えー、今日もボールソードパズルで遊んでいきます。さあ、レベル158ですね。行ってみましょう。さあ、お、2個ずつ多いですね。えー、っと、たくさん上にあるのは黄緑ですかあ、オレンジが一番、<laughs> オレンジが一番ありました。すいませんと。で、えー、っと、灰色を動かして、えー、こんな感じでいけますかね。いけそうですね。 いやー、なるくん、この前、先月ですかね、新しいパソコン、まあ中古なんですけども、購入いたしまして、以前のパソコンよりもですね、格段と性能が上がったんですけども、でも悲しいことに、えフォートナイトさんがですね、ちょっと遊べなかったんですよね。そう、グラフィックボードが付いてないか、<laughs> えっと、何でしたっけ、内蔵のグラフィックボードしか付いてないので、いやインストールしたら、 あなたのパソコングラボついてないでしょみたいな感じで出てきてですね。シュンってしたんですけど、遊べませんよって出たんですよ。悲しい。えー、っと、黄土色を動かして、水色。あ、これでいけますか。これで。よーし。赤出したいですけど。うーんー、ピンク、ピンク。紫。紫出して赤。ピンクの 紫、ピンクだから、いけますね、こっちで。後付けでグラフィックボードを付けられるんですかね。まあ、多分ん付けられるとは思うんですけど、付け方わかんないんですよね。ちょっと今度はお友達と相談、相談じゃない。相談だってお金のやり取りになっちゃう、えー。相談してみたいと思います。おいくらぐらいするんですかね、グラフィックボード。1万円とか2万円とかぐらいですかね。 2万円だと、あの、私が中古で購入したこのパソコンよりも <laughs>、このっていうか、配信してる、ライブ配信してます。パソコンと同じ値段になるんですけど。いやー、ちょっと考えますよね。よし、クリアいたしました。ありがとうございます。えー、ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししていますので、よかったらなるほど、てのチャンネルの再生リストからたくさん動画ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。